さあ、じゃあ上上がってみましょうかね。はい、マツダの岩船でございます。5分ぐらいかかるかな。だいぶ汚れましたね、あなた。この岩船は標高約130m、深さ 1.3m。 上がってみましょうかね。なんか一説によると ね何倍だろう、60トンぐらいあるんだからね。5分10分かかるかね。そんなかなんか5分ぐらいでいいか。これはきついね。これ一つ目の階段がちょっときついね。なんか入れてきた時もっとね、もっと木がいっぱいあったような気がするんだけど、横にもね岩がゴロゴロしてる。これは完全な岩やな。岩でございます。はい、上上がりましょうか。岩でございます。この岩は何でございますか。この石は、この石は関係ないが、これをね、これ何とか加工すればいい石取れそうやね。あ、歩いてるね。だいぶ踏み方がありますから、歩いてますわ。いや、ね、これだから。こんな狭かったっけ。なんですね。絶滅危惧種です。採集しないでください。一薬草というの。どれが一薬草ですか。これがね、このことがね。なんかいっぱいあるそうやけどね、山には。そうですか。それは知りませんでしたね。まあ5分また来ますが、下から。はあ、見えてきました。ただの岩でございますね、こうやって見るだけやったらね。これ右から入ろうか。じゃあ史跡ね、岩船、怪吹山の連峰ですか。そうでしたか。頂上に東西11メーター、南北8メーター、高さ 4.7 メーター。の台形ですか。上にね、溝を掘られたろ。7世紀の特色であります。石の加工がそんなそういうことがありますか。重さは60トンかなんか書いてなかったっけ。書いてないね。はい、ちょっと眺めてみましょう。こう削った跡が見えるもんね。ずーっといろいろ削ってたんだけど、これは削ったうちも終わったんやろかな、手前の石を。可能性としては あるかもしれんな。こんな感じでね、なんだろう、そやけどなんかわからない意味がな。割ったんした穴、この横線はいらへんしね。はい、ちょっと上から加工をしているところを見てみましょうか。どんな状況か。あら、何も見えんがね。
何も見えがね、上へ。あ、元へ下がらないのか。あ、なるほど。見えないね、これでも。見えませんか。この辺ね、こう見た感じ、この辺の骨ね、古墳があるような感じでしゃあないんだけど、まあ違うんだろうけどね。あー、見えませんか。前来た時ここ上がれなかったな。こうか。もうだいぶ穴見えるか。まあ下まで見えないか、ここまで。ここまで見えませんか、残念でございますね。綺麗に切ってある。やっぱり考え方としては、古墳の埋葬してですかね。どこ持っていくんだろう、この大きいのね。持っていくの大変やけどね。大変、持っていくの大変だよ、ほんまに。それか、あと何考えられる。まあこんなとこ置いとってもしょうがないからね、どこは。あ、ここでね、埋葬施設を作る。それはないか。大きいね、やっぱり。この置き方。上からの、上から見れるようにね、ちょっと台でも作ってくれたらいいのにね。あの上、あの辺にね。で本当に。ちょっと中を覗いてみたいんやけど、中をね、覗きたいけどね、覗かれんか。しかないかね。いやー、大きいね。はい、なんか久しぶりに来ましたけど、こんな良かった。前と比べたら大きくなってんちゃうか。そんなことないか。僕歩いてこれんのやろうな。道があるってことは、歩いてくる道、天狗石塚古墳から歩いてくる道かもしれんな。この辺広いやから、この辺にね、ちょっとね、のぞかせるようにしてくれたらいいのにね。この横になんかね、傷と赤あるんやろ、これ。これは傷と赤じゃないのかいね。これどういうことだろうな、この下は。ちょっと意味が分からへんだけどね。大きい。これ運ぶの大変でございますね。何トンだ、60トンくらいあるって言ってたからね。60トンくらい。これ後ろ。こっちも削ってんねんな。これやっぱりね、成形をきれいにするために削った可能性あるんかな。可能性は。途中でやめましたか。白装類が出たからやめましたか。そういう可能性があるね。これは大きい。これ、降りるかね。あ、降りた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 。こら、こらすごいわ。やっぱりね、そういうことやろな。これは綺麗に成形する予定だったかもしれない、この削り方は。横をね。で、途中で、ね、白装レガネだからやめたかね。それは知らんけど。はい、ありがとうございました。はい、増田の岩船でございました。久しぶりに来ましたけどね。これよかったかね、石を取ってくれいうことで来ましたけど。来ていただいてもね、5分ぐらいだったら上がってこれますよ、下から。ほんとほんと。来てくださいよ。すぐでございます、下からね。初めて来た時、ここなんかいっぱいね、竹の子がいっぱい置いてあったんだけどね、持って行ってくださいって言わんばかりにね、何本も置いてあったんやけどね。はいはい、ありがとうございました。岩船でございました。